岡田龍太郎、ワクワクする、令和初の仮面ライダー冬映画。俳優の高橋や野菜18日16日、都内で映画、仮面ライダー、令和ザ・ファースト・ジェネレーション。杉原照明館ただし、21日公開の完成披露舞台挨拶に登壇した。 テレビ朝日で昨年9月から今年8月まで放送された仮面ライダージオウと今年9月開始の仮面ライダーゼロワンが共演する仮面ライダー冬映画。高橋文才18はジオウの皆さんには貫禄や霧囲気を感じました。僕たちも1年の地にそうなれる可能性があるんだなと教えていただきましたと謙虚に語った。 岡田龍太郎25は仮面ライダーの枠にとらわれないワクワクする作品ですと壮大なスケールをアピール。大の仮面ライダーファンでゲストとして映画に登場する元のギザ46のイこまりな、23派夢が叶って鼻血が出そうと興奮。 出演が決まり、地元秋田の友人から祝福の連絡が殺到し、で、やっぱり仮面ライダーはすごい、と実感したという。奥野武、子、19、格闘の愛、18、井桁弘恵、22、押田武、子、2、二、大畑子、エリ、2、和田里志、42、ダも参加した。に、藤原達也、海イは熱量を上げないと成立しない、モノマネは、黙認。 俳優の藤原竜也37日、16日都内で映画開示ファイナルゲーム。佐藤と親勘ただし来年1月10日公開の試写会に福祉葬太26だとゲスト出演した。人気シリーズ9年ぶりの最新作は原作者の福本信行氏6-1が脚本に参加した完結編。 悪心の演技をお笑い芸人にモノマネされる藤原はよく優香がキンキンに冷えている。ってノマネをする芸人さんいますけど僕は優香がキンキンとか言ったことがないですから。司会者からモノマネは公認ですかと確認されると黙認ですと冗談じりに答えた。 藤原は主人公のカイジを演じることは日常的な感情や熱量では立ち打ちできないキャラクター。映画の公開を待つ番には全員で精一杯作りました。熱を上げないと成立しない取引季節。これほど長く愛されるキャラクターになるとは思ってなかったけど僕にとって大きな作品になりましたと思い入れを凝った。 参加原ともママになって初歌賞。一時に4キロ増もとにかく走って妊娠前より痩せました。8月下旬に第1子の超男を出産し、高種の花原とも4子が16日東京ホテル沈山賞で5年連続となるディーナー賞を開催。5月以来7カ月ぶりの大の場でママになって初めて歌声を披露した。 真っ赤なドレスで登場し、高原は大表曲 I.M.P.R.O. ウドなど11曲を熱唱し、ファン450人を魅了した。MC では元想気な赤ちゃんを出産しました。今日初めて寝返りし、たんです、と報告。妊娠中に体重が24キロも増量したことを認可し、ディナーショーのためにジムに通い、とにかく走りました。 そして民娠前より痩せました、と会場をとよめかせた。赤ちゃんとのお風呂が毎日の楽しみ、と自作のお風呂ソングも披露。歌うと喜んで聴いてくれるので今後は子盛り歌や童謡なども歌っていきたいと思っています。来年以降は未定だが行くことのバランスを取りながら活動していくという、とママの顔を覗かせた。 4、巨人、台湾から引くに、横川投手としてのレベルは上がった。台湾のウィンターリーグに参加していた巨人の横川外投手19が16日台湾から帰国した。所属した NPB 白チームは5位に終わったが、左腕はチームトップの2勝を挙げ、防御率は506だった。 結果として勝ち星がついたのはチームに貢献できてよかったけど今年一番だたれたんじやないかってくらいだったと心理返った。それでもこの一年考えてこなかった打たれた時にバッターに対してどういう意図を持って始め919投げるかということを考えられた。その部分は当手としてのレベルは上がったかなと自身の成長は感じていた。 ルーキーイヤーとなった今季は2軍戦で4試合に登板し、マサルチ負けなし。来季はまず1軍で登板してチャンスをつかむことが目標。キャンプからとは言わずに明日からしっかり準備をしていきたいと意気込んだ。同リーグには大阪東院時代の同級生である中日、ネオ校内野手19も参加。 久しぶりな感じはしなかった。何回もご飯に行っていろんな話をしました。食べに行ったのは日本食ですけど、笑いと久しぶりの再会を果たし、嬉しそうな様子だった。ご幸福巻き、ドレッシュ、ヨット公開、素敵、背中綺麗、など賞賛の声。フリーアナウンサーの岡福巻き27日、16日までに自身のインスタグラムを更新。 お家服は普段なかなか着る機会がないもので服スピードがひよこくらいでした。鮮やかなワインレッドのドレス姿を披露した。後ろのデザインとスッキリ目のシルエットにキユンとコメント。自身がリポーターを務めるテレビ東京系スポーツ情報番組スペアール GT プラス。 日曜23時30分って15日に放送されたスペアール GT ヘロエース2019でのオフショットとしてドレスを着た写真を公開した背中が開いカエレガントなドレス姿にフォロワーからは素敵です、可愛い髪型可愛いすぎる背中綺麗などの賞賛のコメントが寄せられている 6デビット伊藤、ニューヨークのラーメンコンテストで入賞ならず優勝はあの芸人。タレントで俳優のデビット伊藤53が16日放送の日本テレビ系有吉ゼミ月曜の父質時に出演。米国ニューヨークにラーメン店を出す夢に挑戦した。 デビッド・伊藤は新宿のショーパブで知り合ったヒロミ54、ミスターチン56と1986年に B-21SPEZR を結成。テレビ、ラジオで活躍した。その後、レイ・ユラー出演していたトンネルズの生でダラダラ行かせてびっくり。の番組内でタレントとして伸び悩んでいたい東を再生させる企画を放送。 そして芸能界の第一線を退いてラーメン店を起業。福岡のラーメン店一風堂におさむ業に出た。現在都内などでラーメン店住店舗を経営している。番組には23年に結婚した妻のヨ子高子さんも初出演。 日本から旧店舗が参加し、他ニューヨークでのラーメンコンテストに夫婦で挑戦した。現在、ニューヨークでは豚骨ラーメンが主流。デビッド・伊藤は2ヶ月の試行錯誤を重ねて、鶏とジャガイモベースのスープの鶏ポタージュラーメンで勝負。コンテストで優勝し、ニューヨークに店を出す夢に挑戦した。 大会2日間でニューヨーカーの舌をうならせたものの入賞はならなかった。9店舗中7位で今回の超戦を終えた伊藤は悔し涙を妻に拭われスタジオで新作ラーメンを振る舞った。またラーメン店が軌道に乗るまでの苦しい時きを支えてくれた妻へ感謝しかない特楽を共にするパートナーをねぎらった。 この大会でユーマサルを飾ったのは顎モノマネで知られる平意。タクちゃん38ロブスター味噌ラーメンを出品し137一票を獲得して見事栄冠に輝いた。タクちゃんは18年のラーメンコンテストラーメン日本初め決定戦で不正行きためで失格どころ分となったことを回想。 今回、米国でのコンテストに再起を誓って出場し勝ち取ったトロフィーを手に優勝とかやったことないからと歓喜の涙を流していた。